はい、おはようございます。本田です。昨日ですね、少し面白い話を聞きましたので、ですね、動画で、シェアしたいと思います。今日がですね、2019年9月23日、8時4分ですね。昨日ですね、とあるオーナー様が来られてですね、こんな話をされたんですね。まあ、やっぱりこの地元のですね、ローコスト住宅の、ハウスメーカーさんに行かれたらしいんですけども、それが先月の話でしたかね。先月行かれたらしいんですね。で、初めて家作りを考えて、行かれた会社がそこも含めてあったらしいんですけども、最終的にそこにしようかなという感じではなかったかもしれないんですけども、よく分からずに、そこがなんかこう安いからという噂を聞きつけてですね、行かれたそうです。で、行ったらですね、その日にですね、いきなりですね、来月70万アップするんで、今月契約してくれたらですね、その70万アップは免れますので契約してくださいという形でですね、いきなり迫られたそうなんですね。で、その方が取った行動というか、なんと70万上がるということで、それでやっぱりちょっともったいないということで、その場で払われたっていうんですよね。その場なのかその日なのか分かんないですけども、結局ですね、申込金という形で契約金ですかね、契約金の形で20万払われたそうです、その場でね。で、その方はですね、ほとんどまだ他の家も見たことなくてですね、そこしかないかなという形で、老後住宅を見に行ってですね、そのまま契約したらしいんですけども、じゃあですね、その70万上がるって言って営業マンが、じゃあ実際本当なのかっていうのはちょっともう意味がわからないんですよね。実際その会社が8月の話らしいので、8月末にですね、までに契約してくれたらそれがないと。で、9月に入ると70万アップするって言われたそうなんですよ。で、その会社のなんかその決算とか見てもですね、多分その会社確か決算5月ぐらいだったと思うので、決算付きでもないですし、いわばですね、この9月10月にかけてですね、消費税がやっぱり上がっていくってこともあってですね、そういういきなりその手前の駆け込みで70万アップするからっていう形のその焦らし方っていうのが、ちょっとその営業方法がですね、すごくちょっと気になったなという話ですね。本当に上がるのかななんていうのをちょっと思いながらですね、そこまでですね、お客さんのことを考えた発言なのかなってすごく気になりました。はい。で、そのですね、営業さんがもう一つ言われましたね。その行ったお客様がですね、やっぱり高機密高断熱ですね、いうのもやっぱり少し検討してはってですね、僕の動画とかもですね、すごく見ていただいて勉強していただいてたみたい で、その営業マンにですね、ローコスト住宅の、ハウスメーカーさんの営業さんに、シーチって意味どれぐらいですかって聞かれたらしいんですね。で、そしたら、全然そんな意味ないですよってすごい勢いで言い返されたらしいんですね。で、どうせ三種換気の穴が開いてるんだから、家の中に穴が開いてるんだから、機密なんか取っても意味ないでしょ、ははーみたいな感じですね、言われてた方なんですね。で、これかなりやばいなと思いまして、ちょっと今これで今日もメインに話させていただけたらなと思うんですけども、そのシーチですね、要は家の中の機密っていうことなんですけども、家の中の機密を良くしましょうっていうことを僕らよく言ってるんですけども、それを絶対しないといけないと言ってるわけではないです、今日の動画はですね。ただ僕が言いたいのはですね、その、24時間換気の3種換気システムだと、機密を取っても意味がないというのが、もはやちょっともう意味がわからないですね。この令和の時代にですね、そんなよく嘘をつけるだという話だと思います。で、これがなんでかっていうと、24時間換気が何かっていうのはですね、また私の動画内しかですね、24時間換気形で検索していただくといろいろ出ると思いますので、ちょっと話は割愛させていただきます。で、基本的にですね、24時間換気っていうのはですね、家の中の空気をですね、2時間に1回ですね、1時間で 0.5 回なので、2時間で1回空気が変わるような計算をしないといけないっていうのが法律でもう決まってるんですね。これは確実に住宅の場合ですね、その申請をして、その計算書をつけないと、確認申請っていう役所の書類が、許可がおりませんので、それをしないといけないんですけども、で、その時にですね、三種換気システムっていう形なので、要は自然吸気の強制排気です。なので、通常家の中で生活していると、三種換気の吸気口はずっと穴が開いたままの状態なんですね。で、その営業マンはなぜかその穴が開いてるから、要は家の中のそんな機密の測定をして穴を塞いでも意味がないですよっていうのも、ちょっとよくわけのわからんと言ってたみたいなんですけども、これ勘違いしないでください。シーチっていうのはですね、まずですね、家の中にあってはいけない隙間を塞ぐ工事のことを言いますので、三種換気の穴がどうこうではないんですね。で、この家の中にあってはいけない隙間をきちっと埋めることによって何が起こるかっていうと、先ほど言ったように計算された通り換気が動くっていうことなんですよ。換気ができるということなんですね。なので、それもし無駄な隙間がいっぱい空いてるとですね、いくら24時間換気の三種換気の自然吸気の吸気口からですね、空気を吸って吐くところをですね、洗面所とかおトイレとかをつけたとしても、その通り空気が流れないんですよ。無駄なところからいっぱい空気が入ってきますので、要はたくさん空気が入ってくるようなイメージですね、になりますので、空気がきれいにならないんですね。ということは、その、機密を取っていないということは、
先ほど言いましたように、24時間換気で法律で決まっている2時間に1回ですね、空気がきれいにならないということ、可能性があるというわけなんですよ。要はその中に、無駄な空気がずっと入ってきていますので、換気客がうまくいかないということは、例えばですね、家の中で焼肉をしたりとか、お鍋をしたときに家の中に匂いが残りますよね。で、その匂いがですね、通常のきちっとしたお家であれば、2時間に1回空気が入れ替わる計算になっていますので、匂いはなくなるはずなんですけども、その、関係ないですよって言ってた改正で立てるとですね、どうなるかっていうと、家の中に匂いがずっと残りっぱなしというのが起こり得るっていうことをですね、その営業マンは安易に言ってるわけなんですけど、もうその営業マンはその意味すら分かってないので、ちょっとやばいなと思いますね。もちろんですね、日本全国のお家がですね、市地でその機密を取らないといけないというふうに私が言ってるわけではありません。ただその行かれたオーナーさんがですね、市地を気にされてるってことが大事なんですよ。気にされてるっていうことは、少なくともそういう知識を得たりとかですね、そういう家が欲しいと思ってる可能性があるのであれば、意味がないとかではなくて、そういうことなんだっていう、まず事実を教えてあげないといけないと思うんですよ。意味がないわけないので、で、最終的にじゃあその会社建てた時に市地計算して、当然そのローコス住宅なんで、そういった市地測定するわけありません。なので、そこに対してですね、結局そこで頼んだのであれば、その市地っていうのを求めたらダメだと思いますけども、ただですね、そういったことをオーナーさんが聞かれている以上ですね、その営業マンがなぜそんな意味のわからない嘘をつくのかっていうのが、これがものすごい腹立たしいなと思いますので、やっぱりですね、そういった会社の営業マンっていうのはあくまでもやっぱ売るですね、販売っていうのが仕事になりますので、建築のプロではないのでね、やっぱり売ることにかけてはすごいやっぱトークがうまいんだと思います。多分その場に乗せられてですね、やっぱりどうしてもちょっと払わないといけないと思ってこう20万払ったと思うのでね、ただそれがちょっとなんか実際どうなのかなというふうに思います。皆さんがそれはやっぱ気をつけてですね、やっぱり自分である程度やっぱ知識をですね持ってですね、武装してですね、やっぱそういうところに行かないと、やっぱり営業マンっていう方にですね、やっぱりちょっと言い組められる可能性があります。なので特にやっぱそういうハウスメーカーさんとかになってくると、やっぱり月末決済とかですね、今月契約してくれたですね、500も600も値引きするとかって話ですね、もうなんかよくも分かる、とりあえず、損したくないから印鑑を押すっていう話がよくあるんですけども、絶対そうならないようにですね、まずはですね、自分たちでまず事前知識を入れた上でですね、その会社を訪問して営業者と話をしないとですね、まずいんじゃないかなというふうに思います。もちろん先ほど何遍も言いますけど、市地が、1.0 以下ない家に住まないとダメって言ってるわけではないです。ただ単純にさっき言った営業マンの言ってることは確実に嘘ですよ。機密取っても三種換気だったら意味ないなんてことは絶対ありませんので、要は無駄な隙間っていうことと換気システムの穴っていうことがもう全く意味が分かってないんですね。これちょっとやばいと思いますね。はい、だからその辺をですね、皆さんやっぱりしっかりですね、知識として入れて、あ、そうなんだということはな、踏まえてですね、見に行かれるとかですね、検討された方がいいんじゃないかなと思いますね。結構やばいかなと思ったので、ぜひその辺だけはですね、皆さんぜひ知っておいていただけたらなというふうに思いますというところです。はい、そしたら今日は以上です。ありがとうございました。